本日の定時総会におきまして経団連会長にご専任いただきました徳倉正和でございます重責に身の引き締まる思いでありますが責務を全うすべく全力を傾注する覚悟であります経団連はマルチステークホルダーの要請に応え社会全体から支持される団体を目指し本日お集まりのメディアの方々とも 双方向で建設的なコミュニケーションを重ねていきたいと思います経団連は定時総会で新会長に住友科学会長の徳良正和氏を選任しました病気療養のため任期途中で辞任する中西博明氏の後任で慣例では2期4年を務めます新型コロナウイルスや米中の対立 脱炭素化の取り組みといった難題を抱える中での緊急当番となります住友化学出身の会長は米倉博正氏以来2人目となります